はい、街を良くすると細谷秀明でございます。日時はですね2022年3月26日でございます。はい、私のね動画でも何回かですね取り上げさせていただいております、青梅街道ですね延長計画の場所に来ております。はい、延長工事はですねまた再開されました。はい、こちらでですね、青梅街道、どんつき終点になっておるんですけれども、2車線の区間ですね2車線の区間がですねどんつき終了となっているんですけれども、なんと、工事がですね再開されました。延長工事がですね再開されました。今現在ねトラック等も入りまして、工事が再開されております。ガードマンさんもですね配置されている次第でございます。はい、青梅街道延長工事でございます。延長区画整理工事でございます。はい、またですね進展がありましたらですね随時動画にてアップしたいと思います。はい、現場から以上でございます。街を良くすると細谷秀明でございました。